高、昼のライブ最高、東京でライブして夜帰ってきてショールームできる時間に帰ってこれるなんて最高、毎日昼ライブにしようぜ、最高、毎日昼ライブに、もう見てこんなおでこ全開で帰宅、こんな家に帰、家で帰れる時間にライブするんだったらいくらでも行くよ、毎週行っちゃう、おかえり、ただいま、リリーベありがとう、今日めっちゃ楽しかった、よかった、うん、野外イベ楽しかったです、かなり、うん、ガンダム見た、今日ありがとう、ありがとう、楽しかったです、楽しかったです、てかベートーベンさんいた？ベートーベンさんいた？見た、びっくりしたんだけどツイッター見て、いたんだやっぱ、いてる、楽しかったです、今日は対応良かった、ありがとう、良かったです、対応良かった、いや、あったかかった、素晴らしい、あ、こんばんは、今日は、お台場の方で息をする心のリリースイベントに行ってきました、行ってきましたって言ったらなんかあやな、踊ってる側じゃないみたいな、私が踊りました運よくね、まああったかくて天気も、まあ、まあめっちゃいいわけじゃないけどいい感じで良かったです、いい気温でした、一番いい気温でした、新章もお披露目でした、 MV の QR コード見とったらキャラアニに繋がらないよね、おもろみんなが沼る理由が分かった、沼ってくれた、大丈夫、今友達だったこと、それな、マジで今日私が東京を嫌いにならないようにするために多分地球さんが温めてくれてたの、よかった、今日東京大好きになった、もう毎週生きちゃう、見に行きました、ありがとう、よかった、あったかくて本当に嬉しい、今日初めて SNS で見てくれた推しメン認定です、よろしくお願いします、イエーイ、ありがとう、
じゃあ今日が記念日、2月19日。やった。そう、もうどれくらい快適だったかっていうと、今日はなんか最初は寒いからとか言っててみんなで上着着てたんだけども、この寒がりの私が真っ先に AI 脱いでしまえっつってお話し会中に上着を脱ぎ捨てるっていう、それぐらいあったかかったです。私は何よりその衣装を見てもらいたかったのよ、近くで。だからもう脱いだ途中からいいやってなって、赤いんだけコート着てなかった。そうなの、スタッフさんが拾ってたいやあれはもう寒かったら絶対、寒かったら絶対にできなかった所業でしたんで。似合ってた、ありがとう。そう、白衣装担当です。初めてね、今日は衣装とあとライブの踊りが初披露でした。可愛かった、ありがとう。え、なんか白衣装めっちゃ褒めてくれた、なんか白がいいねみたいな、福ちゃんは白が似合う、白の方が似合うねみたいな。両方着てみたいけどね、一回。褒めてもらえてよかったです。あと今日はお話し会もあったんですけど、なんか初めまして、なんかさ、2期生ちゃんのファンの方と喋ることは今まであんまなくて、だけど私のレーンに1期生が私しかいなかった、おきちゃんとりんことたかおちゃんだったんですよ。で、おきちゃんのファンの人とかは、まあ、四国のリリーベとかもあったし、喋ったことある人多かったけど、それこそ反対側のレーンのリンコじゃないな、誰だったんだろう、あ、パセリか、ちょっとだから反対側のレーンのマイキューとかチホちゃんとかリンコのファンはの方はとは喋ったことある。だって一期生じゃん、一期生のファンの方も大体一回は来てくれてる人が多いから喋ったことある。でマイキューリンコはなんか四国だから結構お互いのファンの人の顔も見たことあるみたいな感じで、なんか結構面識ある人が多かったと思うんだけど、おきちゃんは置いといて、そのパセリと高尾ちゃんのファンの人と喋ることが今までなさすぎて、ユニットも違うからマジで初めましての人ばっかりで、その肉声ちゃんのファンの方に関してはなんかそれが新鮮だった。もうさ、 STU の中でさ、選抜もほぼ変わんないじゃん、誰かが卒業してそこに誰かが入ってくるぐらいだから、その中でやってきたから、自分のファンじゃなくても大体なんか顔見知りだったので、6年間でもう初めましてなんてことはもう最近あんまなかったわけだから、久々の感覚でうわ、なんか新人になったみたいって思った。めっちゃ久しぶりの感覚だった。なんか STU のイベントなのに初めてましての顔がいっぱいいるみたいな、なんだこりゃってなっちゃった。すごい時代が変わったんだなって思いました。そうそう、もし忘れかけてた感覚。あとオンラインでしか喋ったことない自分のファンの方と初めて会えたり、あとはほんとオンラインになってから来てなかった人だから、前の大好きな人とか無謀な夢を覚めることがないのリリーベぶりに来ましたみたいな人とかも結構いて、なんかわあ久しぶりってなることもねすごい多くって、そう、なんかちょっとだけ昔に戻ったって思った。久しぶり、初めましてカットした、全然大丈夫、
全然大丈夫だよ。そう、初めましての人とどんな会話しただろう。でも私別に初めましてだからこういう会話するとかはないかも。別に普通に変わらん。でもなんかファンの人も多分今日緊張してたと思う。みんな久々にこんなに近いかって近くってなんかみんなえいいのかなこんなに近くてってなってた。初めましてでした。楽しかったです。ありがとう。私も楽しかった。久々にちょっと前の感じが戻ってきて、めっちゃ近かった。アクリル板とマスクってさ全然聞こえないから、もうこのアクリル板があったらこことここに顔がもう密着みたいな、ええみたいな感じだったからマジで聞こえないんだけど何も、はい、その分まああんま顔あんま聞こえないけど顔は近かったので良かったじゃないでしょうか。でも昔はあの距離感でマスクもアクリル板もなしでやってたんだなって思うとやばい。なんか今の令和では考えられないなって思いました。そう、そんな感じでございまして、まあちょっといろいろね話しづらかったりはしたと思うんですけど、やっぱ顔を見れて直接ライブの後にまた感想を伝えれるっていうのもいいですよね。ライブの後にライブ見てさね、そのままの感想を今日のこの曲良かったよみたいな、そう、それが言えるのもいいなって思いました。あと今日お台場だったんでガンダムがいたの目の前に。私あそこにガンダムいるって知ってたけど認識してなかったの。なんかねそのガンダムがお台場にいるのは知ってたけど自分たちのステージのあんな目の前にいると思わなくて、でティフの時もさお客さんとして行ってなくてアイドルとして行ってるからあそこの動線通んないんだよ。だから知らなくってさ、えガンダムやんってなった。わーって面白かった。しかもガンダムが変形する瞬間をみんなで見たんだけど、ファンの人とお話し会の前に STU の握手会レーンの並びよりあのガンダムの変形待ちを見る一般の方のお客さんの方が多かって受けました。いやガンダムの方が人多いやんって受けてたみんなで。そう、今度ガンダムに勝てるように頑張んなきゃな STU も。でも天下のガンダムの日曜日には勝てないわ。でも正面から見たかったな。あとなんかサーカスが来ててなんかめっちゃね奇抜な色のテントテントっていうんですかね、あのサーカスのこのこういうやつがあって、そうシルク・ド・ソレイユが来てるんだって。すごいよね、めっちゃ見たい。シルク・ド・ソレイユ一回だけ見たことあって、そうアレグリアっていうんだ
風を待つの振り付け、風を待つとか無謀とかあとおもこいとかの振り付けが辻本先生っていうダンサーの方なんですけど、その方がシルクドスレイユに出てらっしゃる方で、元そう、それでそのつながりでふーちゃんとゆみりんとキュリオスっていう演目を見に行ったんですよ。でも風の待つが発売延期しちゃったから、結局そのお話は、うやむやになってしまったというか、そのあんまり大々的にこう取り上げられてないんですけど、結構ちゃんと取材とかしてしたりしたんですけど、ちょっと微妙な感じで終わっちゃったんですが、いろいろ。でも実はそのキュリオスを見たことがあって、シルクドソレイユってマジでレベチのサーカスなんだなっていうことをね、マジでレベチで、なんかすごすぎる、もうパフォーマーとしてすごすぎるし、小物とかなんか動きの一つ一つの細部まですごいこだわられてて、すごい、もうこんなの目の前で見れるなんて幸せって思うものだったんですね。でそれのキュリオスじゃなくて別の演目が来てって、そうめっちゃ見たいって話してたら、メイクさんが、今日のメイクさんが私明日行くよって言ってて、いいなってなりました。そう、まあもう本当に、なんかお台場ってすごいなと思った。ガンダムもあるし、アイドルのライブも できるでしょ、あ今日みたいに。で遊べるモールとかショッピングモールとかご飯も食べれて、でサーカスまで来るんでしょ、すごい。お台場すごい、絶対楽しい。なんか家族連れとかで来たらお父さんもお母さんも子供も楽しめる気がする。なんか仕事でしかね行ったことないのよ、ロケとかあとティフとかでしか行ったことなかったから。そう、なんか今日、今日もライブで行ったからあんま変わんないけど、なんかお台場を別の視点から見ることができてすごい楽しかったです。確かにゼップもあるし、あそう、エガちゃんのそうそう、エガちゃんの撮影場所です。笑顔のチャンスの MV 撮影地近かった？お台場はお台場でもさ広いからさ、結構いろいろ明かり呼び、いいよ明かり呼びで。そう、徒歩5分だったんだ、え近い、そうなんだ、あれ前に行ってきた、おお近いんだね。やっぱ写真撮ってる人いっぱいいた？あそこであの年末のクリスマスらへん、クリスマス過ぎたぐらいの時か、年末に、あの薄い水色の肩も出てるような衣装で踊りました。マジで死にそうになりながら、風が吹き荒れる真冬の、今日みたいな十何度だったらいいけどね、全然一桁だから。それをかみしめながらぜひ皆さんお台場に出向いていただけると押し付ける嬉しいです。めっちゃ寒かったんだよ。まあでもちょっと運命的なねところを感じました。あのエガちゃんを撮ったところでまた PR 舞台メンバーでリリーベができるっていう、立ち位置番号前と後ろで違ってた、そんな話までしてんの、マジ何でも喋るな
喋る必要ない話まで喋る。そうだよ、立ち位置番号が違っておもろかったよ。立ち位置番号の存在なんて知らなかったけどね、私オタクの時。みんなよく知ってるね。今日は5枚目シングル、まあ無謀はマイカーとあと東京の何人かだけリリーブができてたので、やっぱ一応無謀はリリーブがあったっていう体で5枚目シングルから思い出せる恋をしようから、おもこい、独り言、へたれ、花は誰のものをパフォーマンスしました。あと新曲日曲、そうリレーベ取り返すぞみたいな感じで、1曲目が息をする心で、2位から4がシングル5枚目から8枚目で、で最後に笑顔のチャンスを踊らせていただきました。そう、来なくてごめんなさい、また来てください、いつでも。息をする心はなんか初披露だったんですよ、まさかので。初披露で選抜じゃないってなかなかチャレンジだったと思うんですけど、だってこの歌割りを歌うのは自分、最初にこの歌割りをファンの人の前で歌うのは自分だと思って16人でいると思うのに、違うところを歌ったりするわけだから、すごいシングルリリース的には結構異質なことだと思うんですよ。初披露が違うメンバーっていう、まあ、全員一応選抜ではあるとはいえ、でも完成形ではないじゃん。だけど今日 PR 舞台でこう初披露をやらせてもらったっていうのはすごいね、意味があることだったなと思います。ありがたや。息をする心のダンス結構好きで、公演見に行きます、また来てください。衣装の白と黒の色のコントラストがすごい綺麗だったのかなって、まあ自分たちはさ踊ってるから見えてないから分かんないんだけども、全体像がどうでしたか、白と黒のコントラストはどうでしたか、いい感じでした。なんか PR 舞台の中でいい感じに色を分かれててすげーってなった、偏りがなく。緊張しましたよ、みんな緊張してたよ。コート脱げてたのかっこよかったです、蹴る、そんなとこ見てたの。お疲れ様です。息をする心フルサイズでお届け、衣装も見せれたし良かったです。晴れてよかった、本当に。あれで雨だったらファンの人がもう風邪ひいちゃう、ズブズブになっちゃうとこだったから、よかった。日差し眩しくなかった、意外と。ね、知らない人 STU なのに少ないから神セブンかなんて言ってた。まあでも
神セブンっていう言い方は STU にはあんまないけど、あれでも精鋭舞台だからね。確かに48って言ってさ、見てさ7人しかいなかったらえってなるよね。タレたちのセリフ、福ちゃんらしくてよかった。本当ありがとう。久々だったから TDC ぶりで沖縄ぶりか。気持ち込めました。また PR 舞台のイベントありますか。どうなんだろう、わかんない。今んとこないけど、これで PR 舞台が終わりってことは多分ないと思うよ、きっとね。インスタストーリーの写真が素敵でした。ありがとう。ストーリまた行こう。一気に喋った、疲れた。喋りのバランス考えずにこの20分喋り続けた。もう言いたいこと全部言いました。1時間かけてゆっくり喋ればいいことを息継ぎなしで20分で喋ってしまった。何も食べてないんだけど、夜ご飯を。なんかさ4時間の間さ新幹線の、なんか寝れなくて寝てないし、なんかお腹空いたんだよね。エネルギー使ったな、ダラダラしてたら終わっちゃった。何がいいかな。柏天うどん、あめっちゃいい。醤油豆？さぬき名物や。どうしよう。そんながっつりいらんのよね。米とかいらんけど、どうしようかな。体調大丈夫だよ。こんばんは。何がいいかな。うどん、でもうどん昨日食べたしな。フクフェスよろしくだよ。今日のお話し会もすごい、フクフェス東京でやってって言ってくれる人多かった。今日のフクフェスやって統計はどこでやってっていうのが、まあ、東京10票を、名古屋5票、兵庫1票、広島3票、愛媛2票入ってました。東京は10票どころじゃなかったかも、結構入ってたかも。あとはすごい、あと感謝祭のことを言って、 PR 舞台のイベントだったからかな、感謝祭の感想を言ってくださってる方とかも多くて、あとね希望山脈の話とか、そのソロの話とかしてくれたりとか、あと何が多かったかな、まあでもやっぱ新曲についてが多かったかな。こんな感じでいろいろ皆さんのお話を聞けて嬉しかったです。
特別インストで、インストちょうどいいと思う。あとは今日でも初めましての人でもなんか確かにこの人ツアーのお見送りで見たぞみたいな人とかは結構いて、そうなんかライブに何回も来てると勝手に覚えられるよね、推しメン以外にも。その現象を実感。食べたいなぁ、どうしようかなぁ、何も思い浮かばない。みけちゃんベアーありがとう。何そのギフト、お花、お花もありが、お花のなんだそれ。やっちゃたこ焼き今日食べちゃった。でもなんか味濃いものギュッて食べたい気分ではある。たこたこたこ、こんばんは。あ、ガチャガチャしとき。東京から帰ってきたら爪が伸びるんやけど。リクアワ、リクアワの投票、みんなドミネコっていうリクアワの投票今日までです。皆さんお忘れなく。私は投票しましたよ。もうの23時59分までなので皆さん投票お願いします。る下今しな、もうしてない人は直感で。投票お願いします。あとお話し会の受付が
モンスターえらい。お話し会の受付が明日の13時まで。最後あのね、お話し会受付明日の何時までですって言ってさ、次の日の夕方にまたさ、お話し会受付スタートしましたって言われてさ、騙された気になるでしょ、いつも。絶対最後じゃねえじゃんってなるじゃん。でも今回ガチで最後だからよろしくお願いします。 D 日程最後ですので、よろしくお願いします。3月12日のやつは多分今回が受付最後、まあ多分再販はあるんですけど一応最後っていう。今申し込みました。ナイス、ありがとう。会える機会があるんだったら会いに来るしかないっしょ。ぜひよろしくお願いします。追加しといてください。ツイッターに載せた写真も可愛かったし、こたつぬくーい暮らすこたつで、今日あったから追加しなきゃ。あ、嬉しい、モチベ上がった。やったー、こんばんは、ハートありがとう。つかれんかん。再販あるんですか？まああるとは思うけど、取れない日程もある。あと再販でまた取ると送料がかかる。あと再販だとあの代引きしかできなかったりもする。ちょっと詳しくは分かんないけど、だからとりあえず申し込んどいた方がいいんだ今。よろしく。なんか食べよう。ちょっと待ってて、食料物色してきます。腹減ったし、あ、これやな、天才のものを食べます。バレバレだし、ねえ聞いて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 ってば。ありがとう、ミラボしてくれて。あのね、味噌ラーメンに味噌ラーメン
麺にコーンとごま入れてチンしてて今それでコーンもりもり、それであと出来上がったらこっからすごいバターを乗せる予定です。キャン、こんな冷凍庫にこうミックスベジタブルのコーンがあるだけでこんなに生活が潤うなんて、しごいちぎゆー、米とかいらんわが、なんかちょっとでいいわとか言っといてめちゃめちゃちゃんと食べる、ガハハハ、最高、最高の気分。はいよはいよはいよ、卵なんてもう今年一回も買ってない。うひひひひひ、うひひひひひ、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。深夜の追いバター、最高かよ、最高かよ、オーイエーイエーイ、 I wanna do, I wanna kiss。 こんばんは。罪な生活、一人暮らし最高、寂しいけど一人暮らししかもうできん。一人暮らしの人さ、一人暮らし始めてさ、もう一人暮らししかできんちゃうわん。私はもう、もう誰かと暮らすなんて絶対に無理。今日ね、起きちゃうね、いつも私のことね、まあ、あかりんさんは食生活やばいですからね、みたいなこと言ってくるの。もう、あれ、よくない。後輩がね、それを真似して、今日、リンコにね、まあ、あかりんさん、食生活やばそう、あかりんちゃん、あかりんさん、食生活、めちゃめちゃ悪いのになんでそんな肌綺麗なんですかって言われて、いや本当に食生活悪いのにみたいなはぁ、あ、みたいな感じでリンコに言われて、おきちゃん子供が真似してるからやめて、お父さんブロッコリー嫌いって言うのやめて、子供が真似するでしょ状態になりました。なんだよ、何が浸透してるんだよ。ウケた。でもね、私は嬉しかったの、2期生ももうなんかもうパセリとかあの高尾ちゃんとかもだんだん容赦なくなってきてて、最近なんかあよかった、もう2期生もすごいそうやっていじってくるくらいにこう慣れてくれたんだなっていうか、そのこう突っ込んでもいいやつって思ってくれ出したんだな一期生のことって思うと、嬉しいっていうか、そのおー感慨深いみたいな気持ちはあったんですけど、にしてもおきちゃんが悪いです。おきちゃんが悪いです。ちゃんと自炊してるのにね、白菜鍋、白菜鍋食べてるのにね。ウケた。いや研究生ちゃんはちょっとまだじゃない、研究生ちゃんはまだだよ、だから3年かかるからね、今までの統計で言うと。まあ、おきちゃんは半年ぐらいしかかかんなかったですけど、マイカーやばい。確かに、だからノアピがその洗礼を受けてめちゃめちゃなんか突っ込んでくるようになったりしたらどうしよう、受けちゃう。でもそんなさ10個ぐらい下の子にさいじられたりしたらさ、なんかもう
かわいいって出しちゃうよね。ねえ、ほんと。あ、またこの深夜の追いバターの話したら奥ちゃんにやべえやつってまた言われるんだろうな。奥ちゃんに言われたくないんだけど。いい匂いしてきた。コーンが中でポップコーンになってないかしら。コーンってレンチンしてポップコーンなんない？大丈夫？大丈夫だよね。不安になってきた。何のいい匂いなんだろうこれ。え、大丈夫だよね。ポップコーンならないよね。種類が違う。よかった、不安になった。乗せてきます。ついマリオの声が出てしまったよ、興奮のあまり。ちょっと胡椒粉、七味。今夜も私の勝ちだね。あ、ごめんな、ごめん。もう一個いけるじゃない。ねえ、なんか、え、お金落ち先生、森ちゃん、ポンタロウ、麦もし、ゆうや、ブーちゃん、トヨヨ、ポンタロウ、待って、ポンタロウ、待って、そんな長かった？私そんなにいなかった？パーティー、でもパーティー持ってきたから、ありがとう、ミラボ。ふぅ、今夜は、え、味噌ラーメンにバターをねたっぷりのせてまいりました。そして胡椒を振ってコーンを入れてごまも入れて七味も入れております。ありがとうございます。濃いめでご用意入れさせていただきました。皆様パーティーです。豊洋さん、またありがとうございます。味噌バターコーンです。深夜11時44分の味噌バターコーンいただきたいと思います。はい、今日も一日お疲れ様です。ふぅ、最高。早くも幸せ。え、うまい、うまっ。一つ山大事。今ね、食べる前にうまって言ったの気づきました。ふーちゃんもありがとう。鼻でコーンとバターの匂いを吸ってもううまいって言ったから。今夜も僕の勝ちだね。はい、どうぞ。あー、嬉しい、嬉しい。え、このコーンとバターのひと手間でいつもと全然違う。いつもはうまいけど
全然特別感があって、なんかご褒美感がある。もう全部ミラボーありがとう、2つも最高。天才だ、ハマりそう。味噌ラいっぱい買ってこよう。うまい。うちわはメガボありがとう。もうね、このね、濃いめで作ってるから汁が全然ないんですけど、若干胡椒かけてるのもいいね。この見た目はね、そんな美味しそうじゃないかもしれないけど、もうこれが楽ちんでうまいんだから。何円、しかもこれ家で作ったら200円以下でいけてると思います。ギフトありがとう。もやし入れたらパラダイス。確かにもやしなんてさ、これチンするときに上にピッて乗せとけばいいだけだもんね。あり。もやしって冷凍保存できるのかな。うん、私の得意のもやしナムルを作って保存しといてここに入れたらやばいかも。夢が叶うかも。無限に食べれる味噌ラーメン無限列車編。ザービアック STU ベアありがとう。ザービアック、あかりちゃんバター出た。コーンだけでもください一粒な。ネギ入ってない。めっちゃ甘いし、ミラボーありがとう。もうあとこんだけしかない。ライブ終わって帰ってきて化粧を落として超適当な服と超適当な髪型で夜中23時前に24時前にラーメン作って食べてうまいって言うのを配信できてるこの環境に感謝。よかった、ブリブリプリティアイドル路線で行かなくて。そんなアイドル夢見た時代もあったけど、そしてそれを受け入れてくれるファンの皆さんに出会えてよかった。今日のライブ見たでしょ、可愛くアイドルしてたでしょ。あれが本当の姿だからね。
ま。もうないけどコーンだけ頑張ってすすってる。コーンうま。味噌ラーメンとバターの親和性半端ない。おお、一つも残さず食べました。ごちそうさま。最高のゲボンだよ。ねえ、今日すごい。ねえ、今日の今日やりすぎだって。おじちゃん、なっか、ポータロ、タカ、リキちゃん、高森、ポータロ、え、そんなチャンスあった？ハートもたくさん、ありがとう。まだ来ないでってどういうこと？3分以上離れたらバンされるんだよ。なんでいなくなるときにパーティーするのかって、一緒にパーティーしようよ。あー、うま、お茶うま、お茶最高。あー、ミラボの使い方分かりました。で、これ500ml も入ってるらしい。絶対嘘だよね。だってさ、あの細長い普通のサイズのペットボトルと一緒の量入ってると思える？これで、絶対嘘だね。ちょっと太いけど、それでこの高さは賄えてないでしょ、どう考えても。ちょっと今度測ったろ。美味しい、イエモン、うま、ちょうどいい濃さ。ランキング読むか。だから1時間しかなかったのですげえパーティーした感じがする。
なんだこの感じ。フーチャーの推し新衣装がぴったり似合ってって、髪型も綺麗に決まってたね。黒い衣装バージョンみたいなね。なんか少し経ってこうほとぼりが冷めてきたら黒と白の衣装交換しても面白そうって思いました。ありがとう近いし、ありがとう今日も。よしげリーブ本当に楽しかった。息をする心エガちゃん最高。何より白の衣装がウルトラに合ってて可愛かったよ。嬉しい、白になってよかった、ありがとう。上脈歌って踊ってる福ちゃんも、美味しそうにラーメン食べてる福ちゃんも好きだ。嬉しい。そうあのね、どっちも私なんだよね。どっちも認めてくれてありがとう。監督今日も可愛いバイ、可愛いバイ、バイってどこの言葉だろう。九州ありがとうバイ。一粒の麦虫ありがとう。麦麦ポン太郎ありがポン、ありがとう。ナッカーナッカーありがちょー。ブーちゃん安心ありがとう。今日の頑張ったすべてが味噌バターコーンラーメンで浮かれてるので、エンディング来て涙してる。マジで報われた。今週もよろしく。お屋敷お屋敷嬉しい、ラーメン最高。トヨヨありがとう。タカお疲れっか、またお話し会で新曲の感想伝えますね。嬉しい、新曲の感想お願いします、語ってください。埼玉のいたんありがとう。1位はむけちゃん、東京行けなかったけど福ちゃんの誕生日メール来ててアゲでした。おハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアミケちゃん、にゃー、ハッピーバースデートゥーユー、おでめと有言実行だ、ありがとう。1位だし、この年1年もあかりちゃんが幸せにするので、いっぱいふくふくにゃんにゃんしてください。おめでとう。はい、というわけで今日も配信見てくださってありがとうございました。リリースイベントもありがとうございました。またね、明日からも頑張りましょう。私が福田はって言ったらストーチーって言ってください。おにわすと福田はストーチー。3度の飯はどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さんありがとうございました。明日は、ワクチンを打ちに行くので、昼過ぎに。なので一応お昼にショールームをしときます。いつも多大なるダメージを受けるので、なのでお昼ご飯を一緒に食べてくれると嬉しいです。チュみんないつもありがとうございます、大好き。というわけで、お疲れんこおやすみみんゼミでした。ありがとうございました。バイバーイ、またね。おやすみー。